はいどうもこんにちは、カジマックです。今回なんと新しくリーリエさんから商品のご提供をいただきました。でね、今回ご提供いただきましたリーリエさん、実は視聴者様からのご紹介なんです。といってもね、カジマックチャンネル古くからお世話になってる方なんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。今回ブロガーの吉明さんからご紹介いただきました。吉明さんのブログのリンク下に貼っておきますんで、ガジェット好きの方はぜひチェックしてみてください。で、今回ご紹介する商品3点あるんですけど、ライトニングケーブルが2点と、エクスペリア専用の充電ケーブルです。ライトニングケーブルはもちろん MFI 認証品です。しかも急速充電にも対応した商品とのことですんで、電流チェックもしてみたいと思います。で、こっちのエクスペリア用充電ケーブル、エクスペリアのマグネット端子に対応した充電ケーブルです。はい、それでは早速詳細見ていきたいと思います。まず最初、1メートルのライトニングケーブルなんですけど、今回カラバリホワイトとピンクがあるうちのピンクをご提供いただきました。はい、外観はこんな感じ。はい、これわかりますかね、コネクター部がめちゃめちゃ小さいです。はい、純正と比べてもこんな感じ。大方の機器類には対応できると思います。リーリエさんのロゴも入ってます。で、このライトニングケーブルは MFI 認証品なんで、純正と同等に使用できるケーブルと考えていいと思います。実際僕は MFI 認証品をいくつか使ってきてますけど、全くトラブルはないです。それに比べて認証のないただのサードパーティー製のものはいくつか買ってダメにしました。使えないライトニングケーブル、反応すらしません。認証のないサードパーティー製のものはこんな風に使えなくなったり、仮に使えたとしてもすぐ断線して充電できなくなったりします。でも今回ご紹介してるこの商品、 MFI 認証品なんで iOS アップデートがあっても使えなくなるなんてこともないです。そしてもちろんデータ転送も可能です。さらに最大 2.4A の高速充電対応。ちょっと iPad mini で電流チェックしてみます。こういう結果となりました。微妙なんですけども、純正品よりも勝ってます。ちなみにお値段なんですけど、今日現在、Amazon さんでの価格が998円、1000円切ってきてます。でね、ご存知かもしれませんけど、純正品だとなんと2376円もします。ぶっちゃけこういった高品質のライトニングケーブルが出てくると、純正品を買う意味がなくなってきますよね。はい、でこれ今見ていただいてる商品、カラバリがホワイトとピンクあるうちのピンクです。実はリーリエさんでは、女性向け商品もどんどん扱っていかれるとのことです。僕のチャンネル女性ユーザーあんまりいらっしゃらないんですけど、これ女性へのプレゼントなんかにもいいかもしれません。ライトニングケーブル純正お高いんで、結構喜ばれるんじゃないでしょうか。今回ご紹介したリーリエさんのライトニングケーブル、気になる方いらっしゃいましたら、下にリンク貼っておきますんで、ぜひともチェックしてみてください。はい、で次、またまたライトニングケーブルなんですけど、さっきご紹介した商品と同等の性能。もちろん MFI 認証品で、急速充電やデータ転送にも対応した上で、高耐久のナイロンケーブルを採用した商品です。はい、外観はこんな感じ。はい、ここ、わかります？コネクタ部が、なんとアルミでできてます。先ほどご紹介したライトニングケーブルが純正同等品とするならば、こっちは高級ケーブルと言えます。しかもこれサイズが1メートルのものと、これ3メートルも用意されてます。用途によって選べる長さはいいっすよね。しかも3メートルとなると高耐久のものが欲しくなります。とはいえ値段が高いと手が出ませんよね。その気になるお値段なんですけど、1メートルのものが今日現在1498円。で、この3メートルのものでも、なんと1798円となってます。はい、で、しつこいんですけど、今純正のライトニングケーブルが2376円。しかも純正は1メートル。こっちはね、3メートルで1798円です。
高耐久品なのに純正よりもめっちゃ安い。しかもアルミ端子のライトニングケーブル。気になる方は下のリンクからチェックしてみてください。はい、で最後。今度はエクスペリア専用の充電ケーブルです。はい、エクスペリアにはクレードルで充電するときに使用するマグネット端子が設けられてるんですけど、要はね、ここにくっつけて充電を可能とするケーブルなんです。もちろんこのエクスペリア Z3 にもマイクロ USB 端子ついてるんですけど、頻繁に開け閉めしたくない防水キャップの中です。なんで普段はクレードルで充電してます。でもね、外で充電するとき、こういったケーブルがあると、クレードルがなくても防水キャップを開けなくても充電が可能なわけです。はい、外観はこんな感じ。コネクター部はアルミの削り出しです。充電時はレッド、完了時はブルー表示される仕様になってます。はい、LED もちゃんとついてます。はい、今電流チェックしたんですけど、このタイプの割には結構いいと思います。はい、でこうやって振り回してみても、マグネットが強いんでなかなか外れないです。ここはかなりポイント高いと思うんですけど、充電しながらの使用はもともと想定されてない機構なんで、あくまでクレードルがなくても充電できるというグッズになります。実際使ってみるとかなり重宝する一品。今日現在 Amazon さんでの価格が1580円となってます。エクスペリアユーザーなら1本、あるいはね、数本持っておきたいこのケーブル。下にリンク貼っておきますんで、ぜひともチェックしてみてください。今回ご紹介したケーブル3本、過去にご紹介してきた商品よりも個性を感じました。個性的イコール好き嫌いもあるかもしれないんですけど、細かな部分へのこだわりはそのまま質感に貢献してると感じます。純正同等のライトニングケーブルや、純正以上かもしれない商品、そして純正にはないアイデア商品、その高品質バージョンとも言えるエクスペリア用のマグネット充電ケーブル、どれをとってもおすすめできる商品だと思います。ということで、実は今年3月に誕生したばかりの新しい会社であるリディエさんからご提供いただきましたすべての商品、下にリンク貼っておきますんで、ぜひともチェックしてみてください。で、リディエさん、これからどんな商品を出していかれるのか期待して注目していきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。